午後5時半ごろ、記名投票による採決が始まりました。斉藤知事も議場で見守る中、投票が進みます。そして、これより投票の結果を報告いたします。投票総数86票、白票86票、正票0票。以上のとおり、100票が所定数以上であります。よって、斉藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議案は可決されました。先ほど不信任決議案は全会一致で可決されました。議会の決定を受け、斉藤知事が取材に応じました。決議案が可決されました。今の率直な心境、気持ちをお聞かせください。そうですね。改めて、県民の皆様、全ての皆様に、こういった状況に、なっているということについては、結果的に、心配や、不信も抱かせてしまっているということになってますし、本当に心から申し訳ないという思いです。先ほど県議会で、不信任決議案が、全会一致で可決されました。この事実というものはしっかり私自身が受け止めなきゃいけない、重い状況だというふうに改めて認識しています。このような決議案の可決という状況を招いたその原因というのはどこにあるというふうにお考えですか。やはり今の状況を招いているのは私に責任があると思っています。今回の閣僚がですね、86人、1人で1票を入れていたということで、斉藤さんずっと見られていたと思いますけど、その時の心境というのはどういうお気持ちでそれを見られていたんでしょうか。これまで3年間、県議会の皆さんには、コロナ対応で大変な時、それからその以外にもですね、やはり予算や条例とか、そういったところで、本当にご協力ご理解いただいてましたから、その中で、今回こういった状況になってますけども、議員の皆さんには本当に心から今でもですね、お一人お一人に対して確かに反対されたり賛成したりとかそれぞれの立場でありましたけども、今でも心からお一人お一人86人全員の議員に対して感謝の気持ちを持っています。議会の解散か失職か、あるいは辞職とか出直し選挙という選択肢もありますけれども、今、どのような選択肢を取られるお考えなんでしょうか。今日不信任決議案の、議決という形になりましたので、これは大変重い議会側の選択です。で、一方で私にとってもやっぱり重い、状況を、ある意味こう示されたということになってますので、やはりしっかりと考えるということが大事だと思います。これから今日自宅に帰られてからと、どのようにしてこの選択というのを考えていこうというふうに思われますか。やはり、自分自身の思い、そして兵庫県にとってどういうことがこれから大事かということですね。これはそういったことも考えながら、自分自身の心の中と問いながらですね、考えていきたいというふうに思っています。ご自身の責任という言葉をお使いになられたのは、僕の記憶では昨日が初めてだというふうに思います。具体的にですね、ご自身に何の責任があるというふうに現時点で思われますか。やはり、不信任決議案というものを、全会一致で決という形になりました。これはこういった結果として今の状況になっているということ、不信任決議を全会一致で私に対して、可決したという状況ですね。これについてこの結果をもって、やはり私の責任が
なるというふうに思います。一連の文書問題についてご自身の結果責任をお認めになったということでよろしいんでしょうか。そうですね、やはりいろいろこう法的にも、そういった面もですね、今も私は変わりなく問題な面があるというふうに考えてますけども、やはりこういった結果になっているということですね。やはり議会の皆さんから全会一致で、こういった形を示されたということは、結果責任として重いというふうに考えています。次は信任決議が可決されて、知事は10日以内に議会を辞職解散するか辞職失職するか決断しなければいけません、そして来週は定例会見もありませんが、どこの場面に考えを表明していただけるのでしょうか。またどのような形で発表しようとお考えですか。それについてはどのタイミングいつかということはですね、まだ、今日先ほど不信任が可決されたばかりですので、今すぐいつということは申し上げることはできませんけども、それはしっかり、考えて、決断を出していた中で、タイミング日時についてはあらかじめお伝えしたいと思います。しかるべき場所でしかるべき話をさせていただきます。もちろんですね、はい。全県議全会一致で不信任決議が可決されるのは史上初で歴史的な日になりました。今斉藤知事はご自身に対して県議会から不信任決議を出されるまでに至った最大の理由、反省すべき部分はどこにあるかとお考えでしょうか。先ほど朝日新聞さんにもおっしゃった通り、私自身は法的それから内容を含めてきちっとやってきた面もあると思いますけども、思ってますけども、それでもなお今こういった状況になったという結果責任については私はしっかり追わなきゃいけないというふうに思っています。最後に言ってます今回賛成討論、新任決議案の賛成討論が出ましたが、この答弁中に一部の県議の方は歓喜を持っている場面もありました、各会派の答弁をどのような心情でお聞きになっていたんでしょうか。やはり各議員の皆さんはこれまで3年間の県政の中で本当にご協力、そして時にはいろんな議論もありましたけれども、私にとってはそういった中でこういった状況で皆様いろんなこう厳しい判断をされたと思いますので、そこについてはその思いを私も受け止めなければいけないと思ってますし、議員の皆さんにはお一人一人すべての皆さんに対しても感謝の気持ちしかないです。わかりました、ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。ポール新聞、ポール新聞についてですね、今の対応についてしっかり考えるということですけれども、不信任案の可決が確立されてから少なくとも1週間以上経っていると思うんですけど、今まで考えていたこと、これから考えることは何か違ったんですか。もともとやはり実際にことが決まってから考えるということが大事だと思いますので、今日結果を受けてこれから考えていくということです。はい、すいません、お時間になりました、はい、ありがとうございます。どうも、吉本前議長の調達ないんですか。こちらの方はそれぐらい、吉本さんの前議長の調達ないんですか。見直るんだったらそれぐらいやったら、出直し選挙にも出馬するという気持ちもあるんですか。激されたばっかりです。どのように判断するかというのは考えています。責任は重いということですけれども、責任はどのように取られているんですか。これからしっかり市民的議案に対して対応を3月27日の発言について撤回や謝罪はしておらず考えないですか。これから市民決定案が取りますので、自分としてどういう対応をしていくかというのはしっかり考えています。3月27日の発言についてですよ、嘘発表とか公務員とか、それは撤回しないんでしょうか。井本さんの調査しないんですか。井本さんだけ一言、それが僕はもしなくて恥ずかしくないのか。はい、不信任決議案可決を受けて斉藤知事が取材に応じました。その主な発言はこちらです、はい、県民すべての皆様に心から申し訳ないと思っている。県政を前に進める気持ちに変わりはない。自分自身の思い、県民にとって何が大事か問いながら考える。まだ可決したばかり、しっかり考えて決断しお伝えするという、このような発言がありました。まず泉さん、どういうふうに受け止められましたか。いやー、ショックですね。ショック、前回一致でこれほど重たい決議の後の、まさに囲み取材として、
ことは心からって言ってあるけど、うん、心からと受け止める人は少ないんじゃないかと私も思いましたし、うん、もうこの間の経過の中でこれから考えるというテーマでもなくて、まあなんというか、うん、やっぱり自分は全く悪くないという、まあ、一種自分が被害者であるかのような受け止めの方かなという印象ですね。残念です。当然報道でもこのような報道はありましたし、全会一致で可決されるのではという見方もある中で、うん、しっかり考えて決断、ここに対して泉さんとしてもこう違和感というか、いやし、あとやっぱり自分ですよね。私にとって自分自身がばっかりで、やはり政治家ですから、はい、この状況に至った以上県民にこれ以上迷惑をかけないと、はい、県民にこれ以上の税金の負担をかけないとか、やっぱり県民のことを考えてやっていただきたいと私は切に願いますけどね。一方で一番上、県民すべての皆様に心から申し訳ないと思っているという発言もしています。いや、言葉はそうですけど、今の受け答えを見てどう印象を持つかは、それは私は心から言ってるとは思えなかったですね、うん、はい、菊池さんは、まあ、このような発言がありました。どういうふうに受け止めていますか。はい、私はあの今あのコメントの中にも出てましたですけどね、うん、あの法律的にも内容的にもきちっとやってきたと思っていると、うん、はい、ただ結果責任は負うと、うん、じゃあ結果責任って何を負うんだっていうね、そのきちっとやってきたとお思いになるならばっていうですね、やはりあのこれだけのその事態が進んできても、やはりご自身のあのものの見方、やってきたことに対する評価、これは変わってないんだなっていうふうに思いました。その責任というのを、まあどういう形で神崎さん取ろうとしているのか。そうですね、ただまああの実際にはこういう形でまあ不信任が決まるということは実はもうだいぶ前から分かってたにもかかわらず、はい、まあ、今決まったばっかりなので、まあ、しっかり考えて決断するということを繰り返されてたので、まあ、おそらくですけれども、まあ、かなり時間をかけて、まあ、10日間猶予があるわけですけども、まあ、かなり時間をかけた上で、まあ、どうするか判断されると、解散するのか、もしくはまあ解散せずに失職するのか、はい、まあ、そういうふうに時間をかけて判断されるんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ、大きく分けるとこのように選択肢3つ、はいはい、議会の解散すると10日以内に県議会を解散、で新しい議員たち、新しい議会で不信任案が再び可決されれば自動的に失職、はい、そして辞職、失職、これを判断すれば50日以内に知事選という流れです。はい、まあ、県議会解散したとしても、この、まあ、新しい議会で不信任決議案、これが過半数で可決ということで、泉さん、ハードルが下がるんですよね。ですから、前回一致で本日今可決になってるわけですから、解散をするっていうんであれば、斉藤知事が過半数以上、44名以上の県議会議員を擁立して、それをひっくり返すというんであればまだ筋は通りますけど、そうでないのであれば単なる 4,50 日の知事の延命のために16億円を使うことですから、それはやめていただきたいと切に願います。うん、泉さん、中でも大義がないのではないかという話はご時代からも伝えています。そして不信任決議案が可決された時の斉藤知事の様子というのはどういったものだったのか、中継です。鈴村さんです。斉藤知事は不信任決議の賛成意見を聞いている時も表情を変えることはありませんでした。可決した後も表情の変化がない中で、議長や職員などに深々とお辞儀をして回る姿も見られました。これまで斉藤知事は一貫して不信任決議案可決後の対応については法律に基づいて考えていくと話していて、今日の可決後の囲みでも自身の進退についてはとても重い状況を示された、しっかり考えることが大事だと述べましたが、実際にどのように選択をするのかは明言しませんでした。そうですね、このまあ明言がなかったわけですけれども、この後、まあ、どのようなことが想定されるのか、知事は何を考えているのか、取材の中で分かることありますか。はい、あの自ら辞職する、まあ、もしくは、まあ、先ほども話にありましたが、10日以内に、まあ、議会を解散させる、もしくは失職というシナリオがありますが、これまで取材をしていても知事は、一切、県政を前に進めることが自分の責任を果たすことだと話していて、特に先週の後半からは自身の実績を並べて続投の意向を強く示すようになりました。そう考えると解散という選択肢を取る可能性も高いのではないかと見られていますが、まあ、仮に解散という選択肢を取った場合、知事が議会を解散できるのは早くても明日以降になります。
解散とともに自分自身も辞職するというシナリオも考えられます。その場合、投開票の X デーは来月27日が最も濃厚と見られています。また失職の場合は11月10日にも知事選挙が行われる可能性があります。兵庫県議会が非常に重い決断を下しました。知事がどう決断するのか注目されます。辞職と解散というそういうシナリオも神崎さん想定される中の一つ。そうですね。ですから、辞職と解散であればダブル選挙、議会と、まあ、県知事選のダブル選挙で、しかも、まあ、日程的にですね、まあ、10月27日とか11月10日という話が出てましたけど、実はこのあたりにはですね、解散総選挙があるんじゃないかというような話も出てまして、ね、うん、もしかすると、まあ、トリプル選挙という可能性も、まあ、浮上してきたと、うん、そうなると、まあ、トリプル選になればある種国政選挙と一緒にやるわけですから、うん、まあ、費用的に、まあ、県の負担というのはだいぶ圧縮はされると思うんですけれども、ただ、まあ、その県の税金が使われることには変わりないですよね、うん、あとはやっぱりこう会場をどこにするのか、あとはその人員というのもかなり増やさなきゃいけないとか、まあ、そういうトリプル選ダブル選になった時に泉さん、そういう、まあ、懸念というのもありますよね。いかがでしょうか。そうですね。ただ、うん、いずれにしてももう知事選、まあ、いずれなされると私は思いますので、うん、もう問われてくるのは有権者だと思います。そして合わせて、はい、今回の斉藤知事を擁立なさったのは、まあ、維新の方々でなり自民党ですから、うん、その方々が次どういう対応なさるのか、そういう意味では県民も問われるし、各政党関係者も問われてくる状況に入ったと思いますね。なるほど。あとは、まあ、知事の発言の中でその県政を前に進める気持ちに変わりはない、不信任決議案が可決して、全会一致で可決している中でこの発言っていうのは、こちらですね、県政を前に進める気持ちに変わりない、これはずっとこれ言ってることなんですけれども、泉さんどう聞かれますか。いやだね、気持ちって本人の気持ちがどうかじゃなくて政治家なんですから、自分が頑張ろうがどんな気持ちであろうが置かれている状況、今の表現の状況で前に進められないからこうなってるんですから、そのこの後に及んでまだ自分の気持ちを語ってるということは、まあ、ある意味、まあ、いわゆる政治家ではない方だなという私は印象ですね。これどうでしょう、まあ、その選択肢の中の一つとして出直し選挙みたいなものもイメージしての発言になっているというふうには捉えられますか。印象としてはタイミングなる言葉も使っていますから、先ほど解説なさったように、国政の状況に合わせながらタイミングを図って、選挙になってご自身も出られるという可能性は高まっていると私は印象を持っていますけど、まあ、で結局何でも言います、選ぶのは県民ですから、県民がどういう方をトップに選ぶかで県民に影響が及ぶということですから、まあ、今回受けて、まあ、県民一人一人がどういう判断を下していくかが、もう最後の究極の選択になってくると思いますね。まあ、そうなるとやはり菊池さん、そのまあ、私たち有権者、県民がどういう投票行動に移していくのか、どう考えていくのかというのも問われていますね。そうですね、まさにそこは重要なところだと思います、はい、あとやっぱこの10日間の中でですね、知事がどういう動きを示すのか、例えばその選挙を想定してですね、誰かその後ろ盾の人を頼るようなそういう行動を取るのか、あるいは、はい、県議会議員の方もね、例えば、事務所とか選挙カーを用意とか、はい、知事がそういうような動きを示し始めるのかどうなのかですね、やっぱこの10日間1日1日のその知事の行動が注目だと思いますね、はい、もう県議の中ではそういう動きを見せているという、ね、こともあるということなんですが、ではもう一度鈴村さんに聞きます。鈴村さん、今後注目されることはどんなことなんでしょうか。はい、今後知事の今後が注目される中、早くも県議会議員の関心はここにあります、はい、ポスト斉藤探しです。各会派は斉藤知事の代わりとなる独自の候補を立てられないか、県議会議員や首長経験者などに声をかけるなど候補者探しに必死となっています。知事選、県議選、そして衆議院選と選挙が重なりうる状況に手が回らないという悲鳴もある中、不信任決議案が可決されたら一気に各党で動きが活発化するとみられます。で、先ほど、自民党の、県議会最大会派の、自民党の幹事長も、終了後に囲み取材に応じ、現時点ではまだ候補者は決まっていないんだけれども、新しい次の候補を見つけて県政を正常化していくことが一番だと。で、もし解散、また、議会が解散したとしても再度不信任決議案を可決したいと話しました。はい、注目ポスト斉藤探し、泉さん一つ物申すということで、泉さん
もうすでに、ね、水面下ではもう動きが始まっていますけど、はい、いわゆる国会議員の方々や県会議員の方々はもうすでに相当動かれておりますけど、お願いしたいのはやっぱ県民にとってふさわしい人をしっかりと擁立いただきたいということは本当に切に願いたいと思います、はい、もう一度伺いますけども X では、まあ、知事候補を公募することを泉さんも検討中というふうにお話になってましたね。その中でどうですか、この、まあ、擁立するのかもしくは動く、いや私が別に私は政党でもありませんの一個人です。ただ一県民ですし、うん、明石市長を12年間やってきたことも含めたときに、まあ、今回の県知事選について言い方が県民にとって望ましい方が、まあ、県知事になるようなことに対して自分も全力というかまあ、かかっていきたいという気持ちはあります。うん、県民にとっていい方、泉さんが考えるそういういい方っていうのはどういう方になるんでしょうか。あ、やっぱりその結局県民のことを考えて権限、人事権や予算権という権限をそれをまさに、表現を良くするために、はい、県民の生活を良くするために使っていただく方であって、うん、いわゆる自分の欲しいものをゲットするとか、はい、自分に歯向かうものに対してある意味、まあ、仕打ちをするかのような人事権の使い方は違うと思いますので、うん、ある意味オーソドックスなある意味権限をちゃんと使える方になってほしいと思います。なるほど、まあ、ただこういう、ね、まあ、不信任決議は可決ということになって県政の停滞さらに今続くということにもなりますし、混乱というの来年の予算案というのもありますけど、神崎さん、なかなかもう県政が前に動かないという状況は続きそうですからね。そうですね、まあ、そういう状況を見た上でも、まあ、斉藤知事はですね、県政を前に進めたいとか、うん、今までやってきたのに対して、まあ、法的内容には間違いなかった、問題なかったという形なので、おそらく、まあ、知事選になれば斉藤さんは、まあ、もう一度出たいという意向はあると思うんですよね、うん、なので今、まあ、候補者探しという話が出てましたけども、じゃあ誰だったらこれ斉藤さんに勝てるのかっていうのが、まあ、一つポイントになってくると思うんですけども、うん、そこでですね、まあ、本当に短い期間の間で、うん、まあ、次、まあ、斉藤候補に対抗できる、候補者を立てるというのはなかなか難しいと思うんですよね、まあ、そこがまあ今後、うん、問われると思いますね。泉さん、いや、そこはそうでもないですよ。そこはそうでもなくて、出たい人は意外とたくさんおられて、まあ、調整もすでに始まっていますので、まあ、一定の複数の、斉藤知事以外は立候補なさると私は思っていますし、まあ、そういうふうに思います。やっぱりそこは選択するのが選挙ですから、やっぱり選択権の保障、いや、ちゃんと県民が選べる状況は必要だと思いますけどね、うん、はい、なかなか、まあ、県民の皆さんも、ね、取材してみても県政がこれだけ停滞しているような状況、メディアに取り上げられている状況で恥ずかしいという思いをされている方もいらっしゃる中で、どういった、まあ、ポスト斉藤という動きもあるようですけども、菊池さんどうですか。そうですね、だから斉藤氏がもう一回選挙に出てじゃあ当選かっていうと、それはもうかなり厳しい状況だと思いますんでね、はい、だから次の方は、まあ、この現状を踏まえた上での、うん、やはり新しい県政を作り上げていただきたいですね。まあ、うん、分かりました。最新情報が入り次第またお伝えしてまいります。泉さん、保さんはここまでの出演ということになります。泉さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スクープや走るでニュースランナー